鉄卓ゲインヘッドラインニュース。鉄卓ゲームヘッドラインニュースの時間です。この番組はゲームにまつわるさまざまなニュース情報をお伝えする番組となっています。皆さんメリークリスマス。クリスマスにこのチャンネルにアクセスをしていただいて本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます。さてコメンテーターをご紹介しましょう。北海道民にとってはサンタのような存在です。北海道のトップ YouTuber タクタクさんです。よろしくお願いいたします。ちょっと トップとまではいかないですけど、はい、よろしくお願いします。さあ改めてご紹介したいと思いますけれども、はい、タクタクさんは現在北海道でご活躍中の YouTuber で、登録者数はなんと驚異の17万人でございます。前回16、一番多い。知らないゲームはほとんどないと豪語するほどゲームへの知識造形が深く、この番組のご意見番として、コメントを頂戴しているところでございます。はい、恐縮です。はい、Today's Headline News。 やっぱそんな感じ。大声急にやめよ、びっくりするから見てる人も。本当にさあ2021年も残すところあと少し、はい、今回は今後販売される予定のゲームラインナップから期待度の高いゲームをご紹介してまいりましょう。さあ今回もこちらですね、週刊ファミ通を参考にしまして今後発売されるゲームラインナップをご覧いただいておりますが、タクタクさんご覧になってこちらいかがですか。やはりですね、皆さんの期待度が高いというのはね、やっぱビッグタイトルによってるのかなと思うんですけど、ファイナルファンタジーの新作もそうなんですけども、はい、やっぱ個人的に気になるところとしてはこうやっぱスプラトゥーン3とかもそうですし、はい、あとはこれドラゴンクエストオフラインの10のやつとか、はい、かなりなんか10のオフラインですよね。10のオフライン、オフラインの10となるとちょっとこうテレコになってしまう、ね、そうですね、ちょっとテレコしちゃいました、はい、すいません、はい、ちょっと正確なやっぱね情報番組として正解情報を届けなきゃいけないですよね。そうですね、はい、失礼しました。ドラゴンクエスト10のオフライン版が出るということでね、はい、はい、まあちょっと今ねドラゴンクエストで言うとね、今までオフラインがやっぱメインでしたから、オンラインちょっと無理だなっていう人のハードルを下げるためにあえてオンラインソフトをこうなんていうんですかね、オフラインで販売していくっていう、なんかちょっとトリッキーな作品ですね。ちょっとこ面白い試みだと。そうですね、ちょっとこの辺やっぱ注目していきたいなっていうのは思いますね、はい、はい。スプラトゥーン3に対するコメント頂戴しておりませんけれども、はい、あ、いいですか。まあ、具体的にスプラトゥーン3に関してはどういった部分に期待を寄せられていますか。はい、やはりですね、スプラトゥーン3は任天堂の出したシューターということで、これね今まで なかったんですよね、こう対人戦でのシューターっていうのがスプラトゥーン以外はなんですけど、その中のやっぱ1と2と踏まえてきて3、これ今までその対戦、まあ、要は色塗りバトルであったりとか縄張りバトルだったりとか、そういった2つのゲームモードが主にねメインにあったと思うんですけども、はい、今そこになんかアルバイトっていうのが今度は2に付与されて、まあ、いろんなこうゲームシステムが増えてったんですけど、じゃあ1と2でもうこれ以上 なんか やりきった感があったんですよね。ちょっとやりきった感があって、今ちょっと携帯電話のメール音が鳴りましたけど、はい、大丈夫ですか。私ではないです。ちょっとなんかあちら側から聞こえたんですけど、僕に罪はないと思います。はい、はい、ちょっとつ、はい、ちょっといろんな罪ちょっとね、怖いんで、はい、えスプラトゥーン3ですよね。スプラトゥーン3ですね。スプラトゥーン3なんですけど、はい、1と2でもうこれ以上なんかやりあんのかなみたいな風に思っていたんで、じゃあ3出た時になんかあんま2と変わんないなっていうようなイメージだったり嫌だなっていう思いもありますし、逆になんかそのこれこんなのがあったのかっていうね、3のこのシステムみたいな、なんかそういうのちょっと欲しいなっていう期待感はありますね。まあマリオカートもそういう風に言われておりますけれどもね、スプラトゥーンもそうですよね。そうですね、もう前作で出尽くした感があるところをどうその想像を上回ってくれるかと。本当こういったシリーズものはね、もうまだ話して途中ですよ。いいんですね。さあ、はい、そんな中で番組が注目しましたのは2021年12月9日に発売された、はい、YouTuber's Life 2、うん、YouTuber になろうというタイトルです、うん、2ということなんですが、タクタクさんこれ一作目は当然ながらご存知ですよね。台本と違うな
台本と違うな。そのゲームもう一回言ってもらっていいですか。なんていうゲームですか。YouTuber's Life 2、はい、YouTuber になろう、まあ、第2弾でございます。当然ながら YouTuber であるタクタクさんは一作目、はい、まあ、はい、プレイしていないまでにしても、まあ、当然ご存知だったのではないかなというふうに思うんですが、まあ、毎日が YouTuber's Life ですからね、まあ、プレイしなかったとしてもある程度やっぱ分かってはいますよ。それはこのゲームどういうゲームかと言いますと、まあ、人気 YouTuber を目指すシミュレーションゲームとなっていまして、はいはい、まあ、プレイヤーが文字通り動画配信者となりまして、はい、面白いネタを探しながら動画を実際に制作していくと、で再生数やチャンネル登録者数を伸ばしてトップ YouTuber を目指していくんですが、まあ、プレイ方法としては街を探索して、はいはい、ファン向けにバズるコンテンツを発見することが、まあ、非常に重要であるという、まさにこう、YouTuber を生きていくというゲームなんですが、やはりトップ YouTuber であるタクタクさん、はい、まあ、本当に音じゃかご自分かというふうに普段からおっしゃっておりますけれども、言ってない、バズるコンテンツを見つけるというのはやはり非常に重要ですか。いや、そうですね、やはりあの検索ワードに引っかかるね、こう流行りのものをこう探していくっていうのも大切ですけど、違う角度からこれ面白そうっていうのをやっぱ探していくのは大切だと思いますよ。それは例えば今は冬の北海道ですけれども、はい、冬の北海道で例えば東京から来た YouTuber さんが、はい、ちょっと冬の北海道でバズるネタを探したいんですけど、タクタクさん何か教えてもらえませんかというふうに質問があったならば、どういうふうにお答えになりますか。いや、結構難しい、まあ、そのゲーム実況に限らずってことですよね。僕ゲーム実況者なんで、はい、YouTuber でやるとしたらですよね。そうですね、まあ、ちょっと氷点下の石狩川泳いでみたとかですかね。やっぱこのゲームをプレイすれば、まあ、必ずトップ YouTuber になれるということで、これは認識としてはよろしいんですかね。はい、ちょっとその人確認なんですけど、本当にそんなゲームあるんですか。これはもう本当にございます。あるんですね。はい。あの、この番組で嘘をつくことはございません。はい、この辺のなんかテロップに、そんなゲームは存在しませんので、出てない。出てない。違います。出てない、ね、はい。本当にこういうゲームがあるので、ご紹介をさせていただいているというところです。はい。いや、まぁちょっと、僕も最近ちょっと伸びしろがなくなってきていて、ちょっと、なんですか、勉強も兼ねてちょっとプレイしてみたいなっていう気持ちは、はい、ご自身も勉強兼ねてという、兼ねてトップ YouTuber であってもやっぱりこの日々精進は怠らないというこの姿勢ですよね。そうですよ、やっぱね、こういった情報番組をやっぱ発信しているものですから、あの普段ね、やっぱアンテナは立てていますよ、そのいろんな情報をゲットするために。なるほど、はい、タクタクさんはどういう経緯で YouTuber になったんですか。うん、僕は一人でですね、東京にちょっと住んでることがありまして、いや、テレビなかったんですよ。なんか別にテレビも見ないかなみたいな、ちょっと仕事忙しいしいいやと思って、まあお金もねなかったんで、当時ね買わなかったんで、 YouTube 見れるためにそのパソコンは持ったんですよね。でもいざやっぱね、休みの人は暇なんですよ。なんでちょっと YouTube 見ようってなって、うんうん、その見てて、その中でゲーム実況と出会ったっていうのが、そのやっぱり YouTube を始めるきっかけでしたね。大変なご苦労されて、今のお話を伺いますと、今の地位まで上り詰めたという、はい、まあそうですね、ちょっとやっぱ一人暮らしで、はい、普通にお仕事しながら YouTuber やっていたというところではあるんですけども。なるほど、はい、そんなタクタクさんが実は YouTuber になられたばかりの頃の写真を番組は緊急入手いたしました。嘘、さあ準備よろしいでしょうか。え、それどっから出てくるの、どっから出てくるの、どっから出てくるの。これは本当に番組のスタッフの情報収集能力の賜物でございまして、ここ、はい、これ、その写真がこちらでございます。はいはい。いや、これ、いや、これ鉄宅ハウスのロケの時のやつやん、これ。お化け屋敷ロケの、あれ、これ違うんですか。これ違いますね、これ。これは YouTuber になりたての頃の写真。これ、お化けのロケの時の、なんか総括のなんか、これな、箱の中身は何だろうな、のやつの、はい、小動物にびっくりしてる時の俺のやつですか、これと。なるほど、なるほど。あ、これ、じゃあ、あれ、山田ディレクター、これ違うっておっしゃってますけれども。すいません、間違えました。あ、これじゃないですね。これ間違えました。はい。これじゃなかったでしたっけ。これじゃないです、これじゃないです。あ、本当ですか。はい。じゃあちょっと、そうか、こっちか。あ、じゃあちょっとすみません、ここから仕切り直した。仕切り直しました。ちょっと、ごめんなさい。はい、はい、はい、カットで、はい。哲也の、そのタクタクさんが YouTuber になったばかりの頃から、ちょっと再開させていただきます。あ、僕からやりましょう。はい。じゃあいきます。はい。ここから参ります。顔分けやん。はい。3、2、1。
さあ実はですね、そんなタクタクさんが YouTuber になられたばかりの頃の写真を、番組が緊急入手いたしましたので、本当ですか？はい、その写真をご覧いただきたいと思います。顔出ししてたかな。こちらですこれあのこれテッサグハウスのこれ温泉ロケの時にちょっと4人で気持ちよくなってるやつじゃないですか、これね。ちょっといい感じにほてっちゃってるタクちゃんじゃないですか、これ。お酒もちょっと入りつつほてっちゃってるタクちゃん、かわいい、かわいいよね。あれ鉄タクゲームヘッドラインニュース。それではまたお会いしましょう。終わりなの？ See you next time。 終わり？バイバイ。いいの？バイバイ。はい、もらいます。なんて申し込んでくるんですか、山田さん。